ベニバナ畑生薬として利用される乾燥したベニバナ、カーサマスティンクトリアスベニバナは、キクカベニバナ族の一年草または越年草、画商を据え摘む花ともいう、高色染料や食用油の原料として栽培される。原産は、アフリカのエチオピアといわれ地中海やエジプトを通り世界へ広まった。紀元前2世紀頃には、 北方の遊牧民族の郷土へ伝わり、甘縮省付近で栽培されていたが、菅の武帝がこの地を占領した。五菅の時代には、中国本土でも栽培がされており、日本には五世紀頃に渡来したと言われている。古くは和名を、暮れの愛と言い,い、中国伝来の占領との意味、末積む花とも呼ばれる。高さは1メートル、下記は6から7月で、枝先に登場花をつける。 花は、はじめ鮮やかな黄色で、オレンジを経て徐々に赤くなる。大きく分けて、ハイリノール種とハイリノレイクダに分けられる。後者は、リノール酸に代表される、脂肪酸の含有率が低く、リノール酸の過剰摂取が問題となって、以降、生産量を伸ばした。日本では、平安時代に、千葉県長南町で盛んに栽培された。 江戸時代中期以降は、現在の山形県最上地方や埼玉県をけがわし、上尾市周辺で盛んに栽培された。しかし、明治時代以降、中国産の紅花が盛んに輸入されついで科学的に合成可能なアニリン染料が普及したことから、紅花生産は急速に衰退した。現在では、紅花染めや観光用などにわずかに栽培されている。山形県では、 紅花が県下になっており、同県下北町には紅花資料館がある。また、千葉県庁南町も紅花を町花に指定し、月1回の紅花染め教室を開催している。紅花の花を摘んでから発酵、乾燥させたものが、紅色の染料や着色料の材料となる。紅花の花は黄色ないし紅色をしている。花の中には水に溶けやすい黄色の色素、 サフロールイエローと水に溶けにくい鉱色の色素カルタミンが混在しており、水にさらすことによって分離することができる。鉱色だけを取り出すには花を摘んですぐに水にさらして乾燥させる。その後繰り返し水にさらしては乾かすことで紅色になる。日本の伝統的な製法では石灰水を含む川の水が用いられる。紅花染めは 水にさらして乾燥させた花を水に含ませて、餅つきと同じ方法をで綺麗でついた後、丸餅の形にして乾燥させた状態の紅餅を、アクの中に入れてかき混ぜた状態にした後、衣類を漬け込んで水にさらす。次に、紅餅入りのアクにういを少量加えたものに漬け込んで水にさらす。さらに、うばいを少しずつ加えて、配合を変えながら何度も染め上げて、 水にさらし乾燥させると完成する。このような手間をかけるのは、色が繊維中に染み込みにくい特性を持つことによる。漢方薬の原料である乾燥した、紅花乾燥させた花は、紅花と呼ばれ、血行促進作用がある木薬として、日本薬局型に収録されている。この生薬は、陽明酒などにも含まれる。また、紅花から作った木薬を壺などの部位に塗る。 くれない球という球の一種もある。カッコンベニバナ油、しげる血順調油、通りしるべ酸などの漢方法材に使われる。ありがとうございます。